はい、1061回始めます。いやカエルの声がね、さっき結構泣いてたんですけど収まってきましたね。やっぱカエルもあれなんですかね、時間帯あるんですかね、鳴く時間帯っていうか、やっぱ深夜ぐらいになると。まあでも今ちょっと聞こえるか、聞こえるな。今ね、またストーブつけましたよ、この近くのやつ。寒いんですよ、深夜。やっぱ冷える、田舎。うん、今回、共同通信から、ですね、3億円寄付無効と、金沢医大を提訴ということでね、患者の遺族、認知機能低下に、便乗したということで、これね、高齢化社会、これよくある、ね、まあ、こんな額、こんな3億円寄付するなんていう、寄付できる人もね、そうそういないんですけども、まあ、うん、まあ、似たような話、よくありますよ。認知症の疑いがある患者に3億円の寄付をさせたのは公序良俗に反し、無効だとして患者の遺族3人が金沢医大と主治医に寄付金相当額の損害賠償を求め金沢地裁に提訴したと26日原告側代理人への取材で分かったと。遺族は訴状で家族に確認しないまま認知機能の低下に乗じて、非常識な金額を寄付させたと主張していると、うん、金沢医大は正当な手続きを経て寄付金を受け入れていると。訴状が届いておらず、内容を確認してから対応したいと。まあよくありがちなコメントですね、この内容を確認してから対応したいと、うん、原告は東証プライム市場に上場する機械メーカー渋谷工業金沢市の社長だった渋谷弘俊さんっていうのかな、の妻と娘2人っていうこと。奥さんと娘2人がこの亡くなった旦那さん、生前ね、もう年老いてもう認知症の傾向も見られたと、うん、認知機能も衰えてたと、うん、認知機能の低下してるような状態でこの、まあ、亡くなったね渋谷弘俊さんかなが、生前に3億円寄付したと、うん、それが金沢医大がね、認知機能の低下したお年寄りにこんな3億円なんていう高額な寄付をさせたのは公序良俗に反するということで損害賠償を求めてこの寄付金相当額3億円を返してくれと、簡単に言うと話ですよね、うん。まあこれね、本当ね、まあ額が大きいんでね、私の身の回り、こんなに額ある人、3億円寄付したとかいう人、まあいないんですけども、あります。あのね、高齢者ね、例えば私の父親がね、もう、まあ亡くなってるんですけどね、例えば死ぬ間際に、1000万円の壺が買いたいとか、例えばですよ、言い出した時に、いやいや、あなたちょっと、お父さんもう、ちょっとボケ気味なんだから今1000万の壺買ってどうすんのとかね、例えばね例えば、うん、とか、もう認知症、うん、の傾向があるというような状態でお世話になってる宗教のなんとか教のに3000万円寄付したいって言った時、まあ、そのお金ね、まあ、私の父なる父、例えばが稼いで貯めてきたお金なんでね、人のお金、その父親名義のお金なんで言いにくいんだよね、親族としても、うん、っていうのはあるよね、うん、これよくあると思う、うん、それあなたの、確かにあなたのおかげだけど、それ他のことにもっと使ったらと、その宗教に寄付しないでとかね、壺買うなんて言わないでとかね、あと例えばなんだろうな、こういうこと私もね、もうケースも額も違うけど似たような話はありましたよ、うん、もう90歳過ぎたねおじいちゃんがですよ、うん、いやレクサスの新車1000万で買いたいんだって言った時に、いや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 お父さんと、うん、もうほとんど車乗らないでしょと、まず車なんか乗らないんだし、うん、危ないから今更新車買ってどうするのレクサスみたいな言うのとかね、例えばこういうケース結構あるんですよ、うん、このね奥さんと娘さんもこの3億円生前に寄付してた時、
知らなかったのかもしれない、うん、もしかしたら。で、知らないで金沢医大の主治医とこの亡くなった、ね、渋谷工業の、これおそらく創業者でしょ、うん、渋谷工業のね、うん、亡くなかった方が、お父さんが、まあ、一存で、うん、じゃあ寄付するよ3億円って言ってやったんだと思う。家族に相談してもよかったんだけど、うん、相談してなかったんでしょこれ、うん、で確かにこれ金沢医大の方も、うん、これだけの大金を寄付させるという時に奥さんとか娘、うん、家族の同意っていうかね、まあ、意見っていうかぐらいは話しとくべきだったと思いますよこれ、うん、家族に確認しないまま認知機能の低下に乗じて非常識な金額を寄付させたっていうね、この主張、私は遺族のおっしゃる通りだと思うけどね、これは、うん、金沢医大、うん、と主治医ね、うん、寄付3億円寄付させたって言われてもしょうがないですよ、うん、で、金沢医大はね、これ正当な手続きを経て寄付金を受け入れていると、訴状が届いておらずって言ってるけども、うん、これはね、私はね、やっぱり遺族側の言い分の方が正しいと思う、うん、社会通念上で。なんかこれ他のニュースでも私見たんですけど、この3億円の寄付したことによって、まあ、亡くなったと、亡くなってこの渋谷工業、うん、の創業者だと思うんですけど、機械メーカー、まあお金持ちだったと思いますよ。だけどもその後遺産相続とかなんとかで結構奥さんとか娘さん苦労してるみたいな、何かあの、なんだよく忘れたけど、まあ言うなればもうほとんど遺産なんかほぼないような状態で、まあ3億円寄付してなければ大丈夫だったけど、寄付したことによって例えば負債だけが残ったとかね、うん、そういう状況、まあちょっと内容違うかもわかんないですけど、負債が残ったとかそんな話みたいなのもあるみたいですね、うん、はい、これはちょっとね本当に、だからお年寄りね、まあこれね、認知機能の低下、これがね、認知症もそうだけど、この本人ね、その当人は気づいてないから、気づいてない場合が多いっていうか、ほぼほぼ気づかないから、これが厄介なんですよね、お年寄り。まあだからまあ人間どうだろう、まあね、いくつに なっても何回か前でね、和田秀樹先生のおっしゃる通りっていうことを、いくつになっても自分らしく自分の好きなように生きていきましょうみたいなことを私も話しましたけど、ただやっぱりね、どうだろう、まあ個人差もあるんでね、もう90、100になっても頭はっきりしてる人もいると思う、中には。ただまあ私の感じ、80過ぎて、85過ぎたらまあ認知機能低下しますよ、大なり小なり。だから人間80ぐらい過ぎたら、まあお金は娘なり奥さんなりにね、若い人に任せて、ある程度生きるぐらい、うん、自分がある程度好き勝手、まあ金額でしたら月間でしたら30万50万ぐらいまで、うん、多くてもぐらいの範囲内使えるのぐらいにして、残り資産ある人は預けちゃった方がいいね、娘とか、うん、生前贈与とかでもいいよ、娘でも息子でも奥さんでもいいよ、若ければ、うん、任せて、あとはまあ月30万50万ある人はね、使える人はぐらいの範囲内だったら、まあまあまあね、多少贅沢でもして、で外食とかそれぐらいならね、許される範囲ですよ、うん、ぐらいにして、大金は持たない、80過ぎたらね、任せちゃう、奥さんとか子供とか親族にっていう方がいいと思う。これ3億円寄付はさすがにこれね、公序良俗に反するっていう遺族の主張わかるよ、うん、本当にいくら本人が寄付するってね言ってたって、金沢医大もこれやりすぎだ、うん、まあおそらくこれ遺族の主張が、まあ、全額とは言わないまでもある程度は通ると思うよ、はい、ということでね、高齢化社会、ありがちなニュース出来事1061回お伝えしました。チャンネル登録、高評価、再生リストの利用ね、お願いします。失礼します。